あるでしょ。あの知らないことじゃない。俺ね、おとといね、地方でロケしてて会ったのは女4人、あ、違う、昨日伊勢丹の前だ。ああ伊勢丹で洋服買い行こうと思って。ああだからね、伊勢丹の前で、ね。伊勢丹に洋服買いに行くの、お前。いや、いろいろ回ったけどなくて、ああサイズ合わないですよ、おしゃれな洋服野郎が。ああいつも俺の腹が出てるから、ああボタンが閉まんないですよ。閉まんない。で、伊勢丹行くとビッグサイズってのがある。で、ビッグサイズの時でかすぎるって何点かあるんだけど。でもまあいいや、まあそれでね、ああ伊勢丹の前行くと、ああ女4人ぐらいと、ああ OL ぐらいですよ、うん。すれ違ったわけですよ。うんうん、で、すれ違ったらその女が、カニ見たけ今、これはカニ見たけ今だって言って言ったわけなんだけど、そのね、今目の前ですれ違ってるわけじゃないですか、うん、なのに、うん、絶対聞こえるのに、うん、カンニング竹山だってこの呼び捨て感は何だと。そうね、はあはあね、いや分かるよ、テレビ見てて竹山で呼んでんだろ、うん、でも俺は今お前らの横にいるんだから、そう、ね、聞こえてるぞ、うん、だから嘘でも竹山さんぐらいつけないといけないわけでしょ、うんうん、だから俺もいつも悔しいから、そんな時はね、ほんと心の中でもうお前らの100倍いい生活してると悪いけどお前らがクソ、お前らがクソみたいに働いてももらえない金をもらってるとさあバカにしろバカにしろと本当にお前らも俺がもう最低な生活してると思ってるかもしれないけど、お前らが思ってる100倍可能だと思ってます。なるほどね。ムカつく時あるよね。確かにね。まあ呼び捨てはもう、まあ、もあタモリだって言っちゃうけどね、毎週。いやわざとそうなんですよ、ね。しかも毎週言うってどんだけ慣れないんですか。どんだけ慣れないんだよ。でもそれはだからそれを主張し、あの聞こえよがしに言う人もいるんだよね。そこに意識があるかどうか、意識があるの、まあ、重要な問題だね。うん。うん、たださ、俺毎週こうやっていろいろラジオで怒ってるじゃない。はい。それリアルに昨日タクシー乗って運転手さんに、うん、すいません怒んないでくださいね。相当すいません、あのいつもラジオ火曜日も楽しみですけど、すいません今日は怒んないでくださいねって言って、大丈夫怒んないから、晴れ物にこのこともラジオで言わないでください言っちゃったけど言っちゃったけど大丈夫です、昨日は全然怒ってないんですけど、ね、ネタにしないでよってパターンのおばちゃん多いよね。あ、そんなもんネタにできねえよ、できねえよっていう時あるけどね、使わないでよこれ、そう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 、言ってる人いるいる、よくいる今日は怒んないでくださいね、僕でもしょっちゅうありますから、うん、あるだろう、ね、竹山はあるだろうな、今日怒ってないですかとかね、それもあるし